背中にハートを作ります。まずどんなハートを作りたいかをイメージして、ハートの形でもこう縦にハートだったり横にハートだったりするんですけど、私が思う可愛いハートがちょっと横目のハートが可愛いと思うので、それを作っていきます。慣れてない人はイラストとかここにちょっとかぶせながら印刷したやつを枠取りしていったりとかしてもいいと思います。まず真ん中決めます。配線の上、尻尾の真ん中あたりを決めて、ここに来るように目印をつけて、でどれぐらいの幅を大きさにするかっていうのを考えて、最初はまず大きく取ってた方がいいと思います。ちっちゃく取っていくともうそれ以上ちっちゃくできると、ちっちゃいハートってそんなに可愛くないなって思っちゃうので、大きめに作るイメージで。軽く少しこことここのラインをつける決めます。そこから私は感覚でいっちゃうんですけど、まっすぐとまっすぐ決めて、こことここだったらここまで作りたいんで、軽く斜めに切って、で今十字架作った場所、高いところからちょっと丸く。で、ここが結構三角目になると可愛くないので、ここはもう大きく平らにしてって、後から角取るみたいなイメージの方が私の経験上可愛く丸いハートができるなって思いました。で、最初はすきバサミで切ってって、ここと。だんだん斜めにしていって、である程度ここの感じだなって思ったら、違うもうラインを入れてないアウトラインの下の方、外側は短くしていった方が見やすいかもしれないですね。で、背中にハートを作るときに尻尾が上がったここのギリギリについちゃうと、一番欲しいこの三角のラインが潰れちゃうと、座った時でも可愛いハートが作りたいので、座ってくれたら座ったままでちょっとラインを作ってあげて、ここはカーブバサミがあるとやりやすいと思います。表面がモヤモヤしているので見にくいので、少しチッピングをして表面を整えます。
ありがとうございました。ポチッとチャンネル登録お願いだわん。高評価もしてくれるとワンちゃんたちも喜びます。